夢ラジオ第5931回今日は令和6年1月20日土曜日です時刻は午前10時横浜港北曇りの朝となりました午前中です今日は午後3時からオンラインの授業ずっと夜まであります ちょっと緑道は今日は走りに行けないですね。また太陽が照っていれば午後の早い時刻にでもとはいうものの、まあ、曇りだとなかなかそんな気にもなりません。夢ラジオ今回はなぜ語り派は弾圧されたのかこんなタイトルでお話ししましょう。高校世界史を習えば語り派というのは出てくると思います。アルビジョア派 と言ったりもしますアルビという町があってジョワというのはそこに住む人というフランス語なんですよ。あのブルジョワっていうフランス語があるじゃないですか。ブルジョあれもブルクに住んでる人っていう意味なんですね。町に住んでる人っていう元々の語源はね。あ,あだからあのフランソワとか。 人の名前で、ね、フランスワーズ男女でこれもフランスにいるやつっていうそういう意味なんですよこの「うわ」「おわ」っていうのはそこに住んでる人アルビジョアっていうのはアルビに住んでる人でこのカタリ派もしくはアルビジョア派まあカタリ派と言っておきましょうそれが中世において大弾圧を受けました。 でアルビジ十字軍というのは中東に向かって進むのかなと思いきやこのアルビジュア十字軍っていうのは北フランスがね北フランスがだからカペイチですよその南フランスこれはカペイチの支配が及ばなかったんですよ。そこへ 支配していく。そういうきっかけ。これがアルビジャージ軍で表向きは。異端を撲滅すると、ただし、実質的には北フランスが南フランスを支配する。で、あんまり知られてないんですけど、フランスってね。あの六角形の国でなんか統一されてるような気がしませんか？ただ南と。 北で、ね、実は大きく文化圏違うんですで言語もねあの北の方をねラングドイっていうんですよラングドイそしてあの南の方をラングドックというふうに言いますラングドックでラングっていうのは言語って意味ですからオイユの言語これが北オックの言語これが南 でドゥというのは英語のオブであたりますから北がラングドイ南がラランングドグドド南ック今でもこの言い方はしますそして実はですねあのこってこっての大阪弁の人が東京来たらやっぱパッと分かるじゃないですかあなんかこの人関西から来たんやなとそれと一緒でね実はマルセイユとかアクソンプロバンスとかモンペリエとか あのニースとかねああいう南の方から来た人の言語ってパリのフランス語とあれ全然違うんですよ、まあ、私もフランス語専攻はしたのでこのラングドイユとラングドックの違いっていうかこれもそうです、ね、大学院ぐらいになったら意識してましたよ。でちょっと英語でもさあのイギリスの英語って違うじゃないですか。もうちょっと聞いてもう 2, 秒聞いいて秒たらああこれはイギリス 英語だってわかるよねあれと一緒でね「あのあこの人南から来てんだなフランスの」っていうのはわかるんですフランス語ってな。で語り派なんですけどその語りっていうのは正常なっていう意味で非常に禁欲的な生き方をしてたんですね。これがだいたい10世紀11世紀12世紀。 わーっとフランス語に広がった、フランスに広がったんですよ。もともとはこのカタリ派、またはアルビジョア派っていうのは、東ヨーロッパの方から来た。こう言われてるんです。もともとフランス土着で発生したものじゃない。で、東ヨーロッパから来たってなんや、マニキョなんですよ。あの、光と闇、ね、善と悪、あの、 こういうい二元論のそして精神と肉体心と物質みたいな二元論やってた宗教があったでしょあのマニ教ってあれが実はこの語り派なんですよでそれがわっと広がったんですで十字軍というのが1九9 5年のクレルモン公会議で ウルバン二世という人が始めましたよね翌年1 9 9 6年から第1回十字軍と。けれどこの時のローマカトリックっていうのが堕落しきっていてですからその堕落のしきったローマカトリックじゃダメだと。でもっと聖者は清く貧しくそして禁欲でいかねばならない。 寄りどころは聖書しかないラテン語から聖書を訳そう後の宗教改革につながるようなことを先駆的にやっていたのがこのカタリ派なんですであ,のある日と申しましたが実はカタリ派の中心的な町はトゥールーズっていうこれ今もありますよトゥールーズ大きな町がここなんですよそしてね リヨンっていうこれもフランスの中部にでっかい町があるんですけどリヨンこのリヨンでワルド派っていうやっぱり製品禁欲を解くそういう派があってでこのカタリ派もワルド派も弾圧されましたただしカタリ派の弾圧の方が消滅を極めましたのでまあ歴史に残ってるわけです ワールド派は、ね、実は今でも形を変えて残っているんですよところが語り派はもう徹底的にやられてしまいましたイタン神門これが大体13世紀から14世紀にかけてなんですけど十字,あの十字軍が終わったのが1291年ですよね「アッコンに居にくい」1291なんだけど。 ちょうどこの13世紀から14世紀にかけて異端審問っていうのがあってもうそこで根こそぎ語り派はやられてししままいましたローマカトリック教会から見てもこの自分たちが堕落しているのに禁欲と製品といういかにも正当な王道を行くことを説かれては困ると。 語り派の方が正しかったんですよ宗教的にはが堕落していた方に権力がありましたから弾圧されたというまあ歴史でよくあるお話で語り派は徹底的なあの禁欲と製品そして精神心こちらへの協調 肉体を使った喜びおいしいものを食べるとか異性と一緒にいるとかこれもは否定なんですよ。でこのこれが一定程度できるようになったこの自分の禁欲とそして貧しくても大丈夫ともちろん競技が頭に入っているこの人を監督者というふうに呼んで。 もうこの人がまあいわゆる語り派の聖職者でこういう禁欲やる人ってね超能力が使えるようになるんですよやっぱ人間って不思議なもので我々が超能力使えないのはつまり未来も見えないし人の心も読めないしあるいは前世もわからないしとかこういう超能力使えないのはやっぱり日々まあご飯食べたり あれ、異性と一緒にいたりしてるからなんですよ。そういうものを全部立てば、やっぱり、すごい力はやっぱり身について、だもんだから語り派にみんな行ったんですよ。堕落したローマカトリック教会には、絶対にできない印、神通力、これを見せてくれる。で、目の前で見せられたら信じるじゃないですか。そういう超能力をね、病気治しとか。 なぜ語り派は弾圧されたのかこっちの方が正当だったからですよただしあの異端新聞当時は火ぶりですよで、ね、ものすごく残酷でしたがそれをみんなあの娯楽代わりに生やして見てたというのもあるんです異端新聞の火ぶりがある種の娯楽で 町の広場でそれを実行してみんなが見に来てというまあこれが人間の本質なんですよ。ラジオ今回は語り派についてでした。